バッターの西岡が打席に入ります。その前の8月11日のイーグル戦は相手が岩隈、まず西岡と相対します。初球を打ってきました。右中間へ大きな当たり、ライトセンター間真ん中へ伸びていって入りました。ホームラン、久々の得点、マリーンズ西岡の先頭打者ホームランです。右中間スタンドへ持っていきました。西岡第9号のソロホームラン。高橋のいきなり初球を打ってきました。このところ2試合ライオンズ戦完封されてきたマリーンズですが、久々3試合ぶりの得点、19イニングスぶりの得点です。1対1、見事ことが分かっていれば井口君は逆に踏み込んで真ん中やや外寄りのボールをですね、真ん中に入ってきた左中間へ、いい当たりの打球が間を破って、これはフェンスまで行きました。ファーストランナー佐村は俊足、二塁三塁を回る、ファーストランナーの大松、今二塁三塁を回ってホームイン、大松ホームイン、井口のタイムリーツーベース、復帰初戦で第1打席左中間を破りました。右方向へのバッティング、ライナーがポール際に伸びていく、入りました、ホームラン。今度はこのイニング先頭は里崎、第9号、2回の裏勝ち越し、三塁を回ってきます。ホームイン、3対2、マリーンズ1点のリード。ということはインコースが怖くない、踏み込んでこういうバッティングもできるというところですね。はい、ストライク2球の見逃し方がですね、全く反応してませんでしたよね、はい、外崎。1回にまず高橋でも初球という雰囲気がベンチに漂います。マリーズ強く振ってきました。セカンド、ファースト、ライトともに追っていって、フェアゾーン、1人帰ってくる、2人帰ってくる、3人目は3塁ストップ、西岡は2塁へ、タイムリーツーベース、ライトの前に落ちました。西岡今日は3打点、5対2、気持ち、投手にとってはね、はい、このヒット1本でこの2点取られたと、三遊間を破りました。さあ西岡が三塁を回ってくる、もうすぐに1人ホームイン、2人目、ホームイン、ボールがそれる、大きくそれて打った早坂が2塁から3塁へ、7対2として早坂は3塁へ行っています。今公式記録が発表になって4年目で1軍初登板というピッチャーのヤン・ヤオシュン、バッターは福浦。一、二塁間のゴロ、抜けていきました、ライト前のヒット、セカンドランナースタートがいい、三塁を回った、ライトからのバックホーム、ワンバウンド返ってきましたがホームイン、井口ホームインで8点目、福浦のタイムリーヒット、この回もワンヒットで1点取りました。エラーとフォアボールのランナーを、セカンドゴロとフォアボール、もう打線が今乗ってる状況で、初球から来た、ライトへ上がったフライ、下がっていく、下がっていく、なお下がった、伸びていく、ジャンプ、フェンスに当たった、三塁ランナーホームイン、ファーストランナーも二塁三塁を回ってくる、福浦今ホームイン、そして今江は三塁に達しました。今日は復帰の井口も、そして今江も打ちました。今江タイムリースリーベースヒット、7月19日のマリンスタジアムホークス戦以来久々のヒットです。今江気持ちをどう切り替えてこう勝負していくかですよね。引きずった、もったいないなという気持ちがね、はい、やっぱり大きくリズム、まあ、レフトへの打球は大きい、入りました。今江のホームランが飛び出しました、今シーズンの第8号。今江自らの誕生日を祝う祝砲です。マリーンズが2点を先制しました。
いや橋本さん見事なバッティングでしたね。そうですね、ナイスバッティングですね。まあね、こう話していましたけどもね、はい、こういったところがあったんですよ、はい、だから低めのゾーンというのはきっちりストライクは取ってもらえたことはありますけどね、はい、いい当たりはライトの横抜けていきました。セカンドランナーの大松がホームに帰ってきます。マリンズ1点を先制しました。4番大松、5番井口の連続ツーベースヒット、井口のタイムリーツーベースでマリンズ1点先制です。ね、今永身打ちしたいしたいバッター、はがきって縦どっち横で縦って言ったらこんなんですよ、2ミリぐらいですよ2ミリもないんじゃないですか、はがきだったらね。バックホーム体勢を取っています。高めの速球、レフトへの打球は犠牲フライになるか、オーティズ掴みますがバックホームはちょっと遅れています。1点加えましたマリンズ、2点目、福浦の犠牲フライで2対0マリンズがリードを広げました。まあね、高めであくまで持っていかれるっていうことは